僕は今岡山駅に来ています。今回は本州で唯一国鉄型車両が使われている定期特急やくも号をここ岡山駅から終点の島根県は出雲市駅まで乗り通していきたいと思います。やくも号が出発する2番線にやってきたわけですけれども、今画面左側に映っているのは115系、こちらも国鉄時代に製造された形式でして、関東の方ではとっくに引退していますが、西日本ではまだまだ元気です。奥に止まっているのはおそらく瀬戸大橋を越えて愛媛県の松山駅まで行く潮風号、その他にも高知行きの南風や徳島行きの渦潮、高松行きのマリンライナーなどが発着しており、岡山駅は四国への玄関口でもあります。しばらくすると3番線に折り返し、今回乗車するやくも9号になる岡山行きのやくも8号が入線してきました。冒頭でも言ったように、特急やくも号には国鉄型の特急型車両サンパー1系というのが使われているんですけど、毎日8、9、24、25号の4本にはご覧のようなクリーム色と赤の塗装を身にまとった国鉄色編成というのが使われています。外観はまた後で見るとして、お客さんを降ろし終わると一旦駅北側にある留置線に改装されます。そこで前面のヘッドマークを回したり、折り返しの準備を完了させてから2番線に入線してくるというのがやくも号のいつもの流れです。さあ、それでは特徴的な外観の方を見ていきましょう。サンパー1系の先頭車は非貫通顔と貫通顔の2種類があって、こちらは貫通顔、よく見てみると前面にドアがついていて、特急のシンボルマークが薄っぺらいのが特徴です。そしてこちらが非貫通顔、貫通顔とよく似ていますが、ドアはなく特急シンボルマークは立体感があります。この国鉄色編成自体は2022年の3月から運転されてきたんですけど、2023年3月からは先頭車両の側面に国鉄のロゴマークを取り付けて運転されています。ご存知の方も多いと思うんですけど、このマークは一見左右対称に見えて、実は左右対称ではありません。後ほど詳しくご紹介しますが、サンパー1系には自然振り子式というシステムが導入されており、定重心化が図られているためか屋根がかなり低く、パンタグラフがとても大きく感じました。いやー、それにしてもこの映像、とても2023年令和5年に撮ったものには見えません。側面の行き先表示器はかつて幕式だったんでしょうけど、現在は3色 LED タイプに変更されていました。それでは車内に入っていきましょう。今回利用するのは自由席です。この号車は元グリーン車だったため、入り口の近くには車掌室の名残が見られます。車内はやけに段差が多かったんですが、これも定重心化を図るためでしょうか。外観に関してはまさに国鉄時代、まるで博物館に来ているようでしたが、客室内はリニューアルされているためほとんど古さは感じません。シートピッチは 1000mm で、座席下にはかろうじて空洞があるので足を伸ばすことができます。サンパー1系運行当初、普通車は簡易リクライニングというのが採用されていましたが、現在は自由に角度が調整できるリクライニングになっています。座席背面にはフック、テーブル、網ポケットの3つが付いているんですけど、注目していただきたいのはテーブルです。右上に穴が開いていることにお気づきでしょうか。こちらにはこのようにペットボトルがすっぽりとはまります。なぜこのような構造になっているのかと言いますと、サンパー1系はとても揺れる車両としてもおなじみで、揺れによって飲み物がこぼれないようにするためです。そしてサンパー1系は冷房装置が床下に設置されているため、客室中央付近には天井から送風するためのダクトがあります。そのためこの部分は B 席しかなく、後ろの A 席はシートピッチが異常に広くなっています。列車は岡山駅を出発したわけですけれども、次の倉敷駅までは山陽本線を走ります。この路線は兵庫県の神戸駅から福岡県の門司駅までを結ぶ超重要路線であるため、線形がとても良く、古い車両ではありますが最高速度である時速120キロ近くで爆走していきます。
3パー1系は揺れがひどいというお話を先ほどしましたが、それはこの車両に搭載されている車体傾斜が関係していて、車体傾斜といっても方式はいくつかあるんですが、3パー1系は自然振り子式というのを採用しています。この方式はカーブ通過時にかかる遠心力で車体を傾けるというもので、カーブ通過時の速度が向上する反面、一定以上の遠心力がかからないと車体が動かず、あるいは遠心力が一定以下にならないと車体が戻らないため、振り遅れや振り戻しといった振動が発生するというデメリットがあります。岡山駅を出発して11分で列車は倉敷駅に到着。当駅で山陽本線とはお別れし、ここからは伯備線を走ります。しばらくすると進行方向左側から高橋川と合流。この川は岡山三大河川の一つで、岡山県下最大の流域面積を誇ります。ただいまアンダークロスしたのは山陽新幹線。あの橋梁は新幹線の撮影スポットとしても有名ですよね。さらに進んでいくと、また高架線とアンダークロスをします。これは伊原鉄道伊原線の線路で、伯備線と合流する次の清根駅が起点かと思いきや、実はその一つ先の総社駅が正式な起点で、清根総社間は伯備線と伊原線の重複区間になっています。伊原線は伊原鉄道という鉄道会社が運営していますが、もともとは1966年に国鉄の新線建設構想によって着手しましたが、1980年に建設予算が凍結され工事が中断。6年後の1986年に伊原鉄道が設立、工事が再開され1999年に開業したというかなり複雑な歴史を持っています。それでは続きまして、3パー1系のデッキを観察していきましょう。まず見ていただきたいのがこちらゴミ箱なんですけど、フォントが明らかに古くて、タバコの吸い殻は入れないでくださいという現代ではありえない注意書きが書かれています。4号車デッキの5号車寄りには禁煙と書かれた謎のスペースがあるんですけど、ここはかつて喫煙室として使われていた場所です。反対側は開放されていて、チラシなどを入れるスペースになっていました。洗面台はこんな感じでリニューアルされており、手をかざすと自動で水が出てきます。3パー1系は揺れがひどいとこの動画では口酸っぱく言っていますが、先ほど説明した自然振り子式は独特な揺れ方をするため、乗り物酔いする方がかなり多いらしいです。その対策といいますか、救済処置のために洗面台にはエチケット袋があります。撮影のために取り出してみたんですけど、ちょうどこの時横を車掌さんが通りかかって、すごく心配そうな目でこちらを見ていたのが印象的でした。トイレは鍵に古さを感じますが、子供を座らせる椅子がついていたり、多分元々は和式だったんでしょうけど洋式に改造されていて、いい意味であの外観からは想像できません。一部号車にはこのような男性用トイレがあるんですが、こちらのトイレはウォーターフリーということで水を一切使わないみたいです。それにしても揺れが大きすぎて、立って用を足そうとなると的を外さないか心配になります。ということで列車は伯備線内最初の停車駅、備中高橋駅に到着です。当駅は高橋市の代表駅、伯備線内で第3位の乗降客数を誇り、ここを境に基本的に単線になるという伯備線の一つの境界になっている駅です。今までは並走する高橋川に沿って線路も曲がっていたんですけど、ここら辺からは川のカーブがとてもきつい場所があり、ところどころ川に橋を架けてショートカットする箇所があります。備中川茂駅を通過したあたりで車掌さんがやってきて、特急券に入居印を押してもらいました。ハンコをよく見てみると、国鉄色の3パー1系がデザインされていて、とても遊び心を感じます。ちなみに岡山駅から出雲市駅までの自由席特急料金は2420円です。新幹線の特急券と一緒に買ったので半額になるのかなと思ったんですが、そういえば今年の3月で岡山駅での乗り継ぎ割引は廃止されたんですよね。ただいま走っているのは単線区間ということで、停車駅でなくても対向列車と列車交換を行うために停車することがあります。現在八雲号で使われている3パー1系の塗装は3種類あって、1つ目が今乗車している国鉄色、2つ目が反対ホームにやってきた白色をベースに赤とライトグリーンの帯が巻かれた塗装、ゆったり八雲として大規模改造を受けた際にこの塗装になったことから、通称ゆったり八雲色と言われています。
余談ですが、八雲号の揺れのひどさをゆったり八雲をかけてぐったり吐くもと一部の人からは揶揄されているみたいです。八雲号では1編成に3つ以上の戦闘車を連結する、いわゆる編隊連結というのがよく行われます。このような連結方法は機動車ではよく見られますが、電車ではなかなか珍しいのではないでしょうか。列車がただいま通過しているのは伊倉駅です。備中高橋駅から長らくの間単線区間が続いてきましたが、当駅から次の石ヶ駅までのわずか 4.5km の区間は伏線になっています。実は、いくら石賀間というのは、かつて高橋川に沿うように蛇行して線路が敷かれていましたが、1983年に行われた伏線化と同時に、高橋川を大きくショートカットするトンネルが開通し、経路が 1.2 キロ短縮されました。たかが一区間の伏線化なんて意味あるの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、しっかり伏線区間で上下線がすれ違うようなダイヤになっています。進行方向右側に車庫が見えてまいりますと、まもなく新見駅に到着するサインです。当駅は新見市の代表駅で、特急、寝台特急を含めた全列車が停車します。伯備線ホームのお隣にあるのは、ここ岡山県は新見駅から兵庫県は姫路駅までを結ぶ紀新線のホームです。紀新線とは言っていますが、新見姫路間を走破する列車はなく、現在は地域輸送がメインになっているローカル線です。伯備線の普通列車は実質的に新見駅で系統分離されており、ここからは岡山県と鳥取県の県境区間に入るため、本数が大幅に少なくなります。新見駅のお隣には布原という駅があるんですけど、この駅がとても面白くて、間もなく見えてくるホームの長さに注目してみてください。これちょっと短すぎませんか?数値としては約20メートル、1両分しかないんです。そのため、伯備線に所属している駅でありながら、1日数本運転されている芸備線直通列車しか停車することができません。次の備中幸四郎駅は一見何の変哲もない二面三線の駅なんですが、広島駅まで続く芸備線の起点駅になっています。伯備線や芸備線は山陰地方と山陽地方を結ぶことから、陰陽連絡路線と呼ばれることもありますが、その中でも伯備線は数少ない電化幹線です。列車は庄山駅に到着です。八雲号は基本的に1時間に1本運転されているんですけど、そのうち半分は庄山駅に停車し根生駅を通過、もう半分は根生駅に停車し庄山駅を通過します。岡山県側はずっと高橋川に沿って走ってきましたが、鳥取県に入ると日野川に沿って走るようになります。ここで注目していただきたいのは、水が流れる向きです。高橋川は瀬戸内海に注いでいるので、水が流れる方向が列車の進行方向と逆になっていましたが、日野川は日本海に注いでいるので、水が流れる方向が列車の進行方向と同じになっています。ただいま走行している黒坂根生間は写真撮影スポットとして有名で根生黒などと呼ばれたりもします。サンパー1系の先頭車は昔ながらの国鉄顔の他に全面展望を楽しめるパノラマ顔があります。パノラマ顔になっている1号車はパノラマグリーン車として親しまれており、特に先頭車両になる下りの最前列は必ず売り切れになるほど大人気です。列車はただいま岸本駅付近を走行中。ここら辺から進行方向右側には標高1729メートルの鳥取県及び中国地方最高峰の山である大山が見えてくるはずなんですが、撮影日は残念ながら雲が多く見ることはできませんでした。伯備線は鳥取県の西部旧伯耆国と岡山県の中部旧備中国を結んでいることから名付けられたわけですけれども、建設は南北から進められ、最初に開業したのはまさに今走っている伯耆溝口伯耆大山間で、その後は南北ともに徐々に線路が伸ばされ、全通したのは1928年のこと。全通するまでの間は足立駅より北側が伯耆北線、備中川茂駅より南側が伯耆南線と呼ばれていたそうです。
伯耆大山駅の手前で列車は大きく左にカーブをします。進行方向右側から合流してきたのは京都駅から鳥取県や島根県を経由し、下関駅の一駅手前の旗部駅までの 673.8km を結ぶ日本一長い在来線路線である山陰本線です。ということで列車は米子駅に到着。当駅は米子市の代表駅で、鳥取県で唯一自動改札機が設置されています。高架線を登ってまいりますと、列車は間もなく松江駅に到着します。当駅は島根県で最も乗降客数が多い駅で、島根県内で唯一緑の窓口が設置されている駅でもあります。松江駅のお隣乃木駅を通過し、しばらくして進行方向右側に見えてくるのがしじみでおなじみの宍道湖です。面積は79平方キロメートルで、全国の湖と比べて7番目とそこまで大きいわけではありませんが、海水と淡水の中間の塩分を持つ汽水湖という大きな特徴があります。山陰本線はこの先宍道駅あたりまで宍道湖と並走しておりますので、もし乗車された際には乃木宍道間で出雲方面へ向かって進行方向右側に注目してみてください。ただいま到着した駅は玉造温泉駅。当駅は駅名の通り城崎温泉、海気温泉、三朝温泉とともに山陰を代表する温泉地である玉造温泉の最寄り駅で、一部の八雲号の他にスーパー沖号、スーパー松風号も停車します。玉造温泉駅を出発した後、八雲20号とすれ違ったんですけど、こちらがサンパー 1系3種類目の塗装であるスーパー八雲塗装です。現在は停車駅に関わらず全ての八雲号の名称が八雲に統一されていますが、1994年から2006年までの12年間は速達便にスーパー八雲という名称が与えられており、あのような紫色で塗られた車両が使われていたんです。塗装以外にも前面のヘッドマークがスーパー八雲表記になっていたり、車内チャイムが鉄道昇華の電子音に変更されているというのも大きな特徴です。今のところ八雲号は全てが国鉄型特急車両のサンパー1系が使われていますが、2024年春以降には新型車両である273系が登場し、とうとう定期国鉄型特急車両というのは姿を消してしまいますので、国鉄型の特急車両がすれ違うこの当たり前の風景は数年後には過去のものになっていると思います。列車は最後の停車駅である宍道駅を出発。当駅は芸備線との乗り換え駅である備後落合駅までを結ぶ木槻線の起点駅です。宍道駅を出発すると進行方向右側に出雲空港が見え、列車は出雲市に入ります。ちなみに八雲という列車名は島根県東部の旧国名出雲の国の枕言葉である八雲立つが由来になっているそうです。出雲市駅の一駅手前、直江駅で最後の運転停車を行い、鳥取行きスーパー松風10号と列車交換を行いました。スーパー松風号で使用されているキハ187系は基本2両編成で、まるで普通列車のような見た目をしていますが、出力は 450PS のエンジンを2機搭載して900馬力、最高速度は時速120キロということで、あの見た目とは裏腹に超ハイスペック機動車です。高架線に入りまして、進行方向右側から一畑電車北松江線が合流してくると、列車は終点の出雲市駅に到着します。
岡山駅からの所要時間は3時間6分でした。この列車より停車駅が2駅少ないサンライズ出雲号の岡山出雲市間の所要時間が3時間24分なので、車体傾斜がいかに速達化に重要なのかというのがわかりますね。ということで今回は岡山出雲市間を結ぶ特急やくも号のご紹介でした。 3×1系 は後継車両のデビューが決定し、あと何年走るか分かりませんので、興味のある方はぜひ乗車されてみてはいかがでしょうか。もしこの動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。